こんにちは、お久しぶりです。今日は、彩結のインク、いろんな種類たくさんあるんですけど、私が今持ってる、23色ですか、23色の、全部ね説明をねしたいと思います。で、またね全然関係ない話なんですけど、私いつも自転車乗ってるんですよ。で、なんていうの、これは雨の日で、雨の日はいつも乗ったらあかんとか言われんねんけど、乗ったんですよ。なんかその日は、ヘアサロン行って、で、帰り、ね、バーって、雨がバーっていきなり降ったみたいで、で、私が出た時は止んでたんですよ。ピビーって帰る時に、なんていう、すごい大きな交差点の近くなんですけど、車道があって、車道からピッて歩道に入ろうと思ったんですよ。で、ちょっと段になってるじゃないですか。でもまあ、いつもやったらスポーンって、こう、スッて入っていけるんやけど、雨降ってたからか知らんけどね、なんかスリップしてスコーンってこけて、ドーンってね、なんか手は、すごいスローモーションやって、手はついたらあかんわと思ったから、足でドーンって行ったらね、膝、すりむいて、血出て、なんかズボンも破けてね、でもなんか、痛い痛いってなってんけど、私の近くに誰もいなかったんですよ、人ね。で、私の通ってた道路は全く車おれへんかってんけど、対向車の車がすごい渋滞してて、めっちゃ車いっぱいおって、こっち絶対見てるわと思って、変なこけ方してと思われてるわと思って、もうあっち向けへんかったんですよ。で、なんか立ってんけど、もう痛い痛い痛いって、もうめっちゃ痛いわってなって、もう10年ぶりぐらい、こけたんでめっちゃ久しぶりやったからね。もう恥ずかしいし痛いし、もう最悪やと思って、で、自転車バーって乗ろうとしたら、なんかチェーンがね、外れてはないんやけど、ガガガってなったんですよ。もうめっちゃ嫌やわと思って、そう、大変でした。はい。はい。皆さんも気をつけてください。いきます。はい。今日は、彩結のインク、全部で23色、ここにあるのがね、23色あるんですけど、で、大体定番のこの辺の色ですかね。オレンジとかピンクとかね、この辺の色はリップとかに使います。で、他のブルーとか、土黄色とかも、その前に入れた眉毛の色を消すためにこう、いろいろ混ぜて変えたりとかねするんですけど、あとボディのアートメイクねする場合にこの辺の原色とか使いますね。で、この皮膚色とかだったら、修正とかに使います。この辺の色はすごい新しい色ですね。ミッドブラウンとかチャコールブラウンとかね、はい、なんか、この色どんな色なのか出してくださいとか、そういう、リクエストがあったらお答えしたいと思います。こんな色ですよって出してみてレビューをしたいと思います。はい、一個ずつカラー拡大でイエロー黄色ですね。で、ホワイト白ですね。はい、これはオレンジレッドですね。これは、レッド、赤ですね。で、土黄色、ロエスカラーですね。で、これもレッドですね。なんて読むの、漢字がちょっとあれなんですけど、また違った、さっきのレッドとはちょっと違う感じですね。ちょっと薄くなるんかな、ちょっと出してみないとわからないですね。で、パープル紫色ですね。で、グリーン緑ですね。で、
ね、灰色、ナチュラルグレー、自然灰色ですね。で、バイオレットレッド、紫、赤紫ですね。で、ローズレッド、またこのレッドも違うレッドですね。ちょっとピンクが上がってるんかな。ね、赤よりちょっとこっちはオレンジっぽくて、こっちはピンクが上がってるんかな。で、ライトレッド、ライトなんで薄い赤なんかな。なんかちょっとここにはピンクっぽく見えますけど、どうなんやろ。で、オレンジカラー、橙色ですね。で、ライトブラウン、朝コーヒーですね。で、これは黒、帝王黒色、エンペラーブラックですね。で、ディープブラウン、深コーヒーですね。ディープなんで濃い茶色。で、黒灰色、ダークグレーですね。で、特黒コーヒー、チャコールブラウン、チャコールなんでなんかちょっとグレーっぽいようなブラウンなのかな。ちょっとこれも出してみないとわからないですね。新しいやつですね。で、ミッドブラウン、ミッドブラウンなんでちょっと薄い感じの茶色なんかな。で、マルーン、モモベニー色、まあ一応ピンクですねこれ。で、ブルー、藍色ですね。で、よいしょ。で、黒コーヒー、ダークブラウン、私がいつも使ってるやつですね。眉毛とかに使ってるやつですね。よいしょ。で、肌色、皮膚色、スキンカラーの以上になります。はーい。以上になります。ご視聴ありがとうございました。